マッハ7到達時のコンピュータ計算による流体解析の投稿線図極超音速機とは、マッハ5.0以上の極超音速、ハイパーソニックで飛行する航空機である。なお極超音速の定義に関しては、確固たるものはなく、複数存在する。最も簡潔なものが、マッハ5.0以上とするもの。他には、よみ点温度が、ハイテンパジャーエフェクトを誘発するほど、 高くなってきたところとするもの、また、流体の運動エネルギーが内部エネルギーを大きく上回るところとするもの、などがある。ただし、いずれもおよそ同じような定義になる。B-52 の欲下に喧嘩された、X-51 大気圏再突入時のファルコン、HTV2 の概念図ッ波数5.0以上で、飛行する航空機が対象となる。 スペースシャトルの再突入時なども抗議には超音速に含まれるが極めて特殊な現象が生じるため取り扱う理論も違ってくる。制圧である高高度の大気圧と非常に大きな運動エネルギーを合わせるとヨドミ天圧力は大変高くなる。同様の理由でヨドミ天温度も大変高くなる。さらに特筆すべき特徴として 衝撃波が物体表面に近づくことによって衝撃波層が生じること物体表面付近の流れに関して物体先端部での断熱圧縮及び物体表面における粘性による減速によって極めて高温となることでその素性が変化すること流れに平行な薄板であっても強い衝撃波が生じることなどが挙げられる。空力加熱から機体を守るためには特殊な熱、 防護システムが必要となり、再生冷却等、様々なタイプのものが考案され、研究が行われている。エンジンは、基礎研究の段階で、スクラムジェットや空気液化サイクルエンジンや、可変サイクルエンジンを使用する。燃料は、水素のような可燃電波速度の速い燃料の使用が、不可欠になる。ただし水素は、液体燃料として、運ぶためには、 高コストな冷却システムが必要であるため、他の燃料を用いるための様々な研究が盛んに行われている。実験には極超音速に対応した風道が必要となる。様々な極超音速風道が存在するが、実験に十分な流れの継続時間を確保し、実際の飛行中のような大変高いヨドミテ温度とヨドミ圧力、 流れの蘇生をすべて模擬できる風洞は存在しない。抗議には宇宙ロケットや弾道ミサイルも大気圏を飛んでいる間は超音速機と言える。スペースシャトルは X-43 に記録更新されるまで世界最速の航空機としてギネスブックに登録されていた。各国ではミサイル防衛網の突破を狙い、ブースターで極超音速まで加速後、 目標まで低空を滑空し突入する極超音速兵器の開発が行われている。ありがとうございます。